夜明けのロミオとジュリエット・オーバードは、夜明けに分かれる恋人たちの、あるいは恋人たちに関する詩、または歌のこと。さらに、夜明けに関係する、夜明けに付随する、夜明けを歓喜させる歌曲、または気楽曲とも定義される。詩が恋人同士の会話であることが多いことから、オーバードはいくらかの劇的要素を有している。 ミハリアルイは嫉妬深い夫が恋人たちに夜明けの別れを警告するリフレインもしばしばある。オーバードは中世ヨーロッパのトルバドゥールのレパートリーだった。イングランドではジェフリー・チョーサーのトロイ・ラスト・クリセーデ第3巻が最初の例である。16世紀の恋愛史はほとんどが満たされぬ愛を扱っていて、オーバードはエリザベス朝女上誌の主要ジャンルではなかった。しかし、 シェイクスピアのロミオとジュリエットには次の有名な修行で始まるオーバードが埋め込まれている。オーバードは刑事上司の出現で再び人気を得た。ジョン・ダンの詩『日野ではイングランドのオーバードの恒例の一つである。18世紀と19世紀にもオーバードは時々書かれたが刑事上司の水準を超えるものはなかった。20世紀になると 恋人が生きているとも死んでいるとも解釈できる、フィリップ・ラーキンの詩、オーバードといった著名なオーバードがいくつか現れた。リムスキー・コルサコフが作曲した、スペイン寄想曲の第一曲、第三曲は、アルボラダのタイトルがあり、モーリス・ラベルのピアノ組曲、鏡の中には、同家種の朝の歌という曲がある。フランスの作曲家、フランシス・プーランクが、競争曲形式で書いた、 オーバードが1929年に初演された。最近のオーバードでは、イーグルアイチェリーの1997年のシングル、セーブトゥナイトがある。ありがとうございます。